はいどうも皆さん、四季島と申します。とけ、今回使っていくのはこちら、数軸群のユンカース 87D5 の方を使っていきたいと思います。はい、数軸群研究ツリー BR2 の爆撃機となっています。そして今回ね、なんで唐突にユンカース87を使っていくかと言いますと、私ですね、ダンケルクを見たからです。はい私映画ダンケルクを見まして、それにめちゃくちゃね今影響されていますので、まあユンカース87かっこよかったから今回使っていきたいと思います。はい、というね安直な理由で今回やっていくわけなんですけども、でまあユンカース 87D5 なんですけども、まあ非常に人気のある機体ですね。そう、 D5 型ね。そうで、機体性能なんですけども、爆装としては50キロ爆弾4発に250キロ爆弾1発となっています。そう、この爆装自体はですね、この D5 型の1個前の B2 と同じなんですよ。そう、爆装量としてはね、でそれでいてその B2 と比べて機体性能ね若干落ちちゃってるんですよ。そう、最高速度はそんなに変わんないんですけども、上昇力と旋回力が落ちてしまっています。というような機体なんですけども、じゃあなんでそんなね機体が人気なのかと言いますと、やっぱりねこの D5 最大の特徴としてこれですね。はい、ジャスティスマウザーこと MG151 20ミリ機関砲を2門搭載しているという点ですね。そう、もうあっという間にね敵の飛行機をバラバラにねミンチにできちゃうやつね。はいそんな強力な機関砲を2門搭載しているという点がやっぱり人気の秘密でしょうね。そう、しかもですねこの2門なんですけども、1門あたり500発ということで携行弾数も多いんですよね。なので地上ですか、対地走者の方でも結構活躍できるかなっていうところもありますね。でもちろんね対空戦闘としても非常に強力な、効果を発揮する、そういう機関銃ですね。まあそういうね非常に強力な機関砲を持つね爆撃機ということもあるから、まあそれは人気出ますよねって感じですよね。であともう一つなんですけども、ここですね、実はですね防御機関銃の方も少し変わってまして、7.92mm 機関銃が2連装になってるんですよ。そう、2連装で、しかもですね、結構可動範囲が広いんですね。そう、左右角上下角ともにね。なので結構ね防御機銃としても優秀です。ということなんで、非常に強力な固定武装と防御機銃を持つ、そんなね爆撃機ということで、まあやっぱり人気がそりゃ出ますよねって感じかなね。爆装もね問題ないしね。というわけで今回はそんな感じで非常に人気の高いユンカース 87D5 の方を使っていきたいと思います。はい、というわけで今回はそんな感じでユンカース 87D5 の方に乗っていくわけなんですけれども、ダンケルク面白かったです。はいねえ、そうやっぱりね、あの映画はねドイツ側でもイギリス側でもね、やっぱり航空機がかっこよく描かれてるね、そういう映画でしたね。いいと思いますね。というわけでそんなダンケルクの影響をもろに受けた状態でユンカース87に乗っていくわけなんですけども、とりあえずソ連軍の直上に来たわけですが、さて戦車はいるかな、戦車はダメだな、見当たらないな。とりあえずこの辺に歩兵結構いたっぽいな、歩兵は結構姿は見えたんですが、あー4キルだけか、結構微妙だな。まあしょうがない。あ6キルまで伸びましたね。まあというわけでこんな感じでね、 D5 は B2 と同じ爆走量なんですけれども、ただですねこんな感じでね防御機銃が2連装になっていたり、あとはジャスティスマウザーがね2門搭載ということで、武装面ではねB2 とね比べてかなり強化されている面があるからね、まあそれは人気になりますよっていうような性能でしょうかね。いいと思います。まあせっかくね20ミリ機関砲が2門搭載されてるからね、対地走者してもいいんですけど、このマップだとね多分対地走者そんなに刺さらんと思うんですよね。とりあえずこの辺ね、まあ本当にね対地走者ってね結構刺さるマップと刺さらないマップあるからね、その辺りの見極めは大事だと思うし、あとやっぱり爆弾を下ろした後ね、機関銃で何とかしようとすると、まあその間ねやっぱり高度もね速度も落ちちゃうから、
まあ対地上車に関してはプレイヤーのお好み次第かつケースバイケースって感じかな。何か飛んでる気配がしないわけでもないな。あ、いますね、うん。さて、あのコードから弾丸をばらまいているということはワンチャンイリューシンか、それともあーイリューシンっぽいですね。ロケット下ろしたな。イリューシンか。よし、イリューシン相手に、さてさてジャスティスマウザー2問はどれくらい効果を発揮するのか。さあどうだ、クレイ、あ、いいですよいいですよ。はい、バラバラになった。はい、バラバラになった。オッケー、これですよ。あ、っていうか違う、あ、イリューシンじゃない、ハリケーンだ。ソ連の供与ハリケーンですね。珍しいもん飛んでました ね。で、それでいてね、もうハリケーンであったりもやっぱりバラバラになりましたね。さすが MG151 ですね。そしてさっき戦車の赤点が映ってたわけなんですが、さて、あの辺か。あー、あれっぽいな。あれ戦車だろ、あれだ。いや、どうだ、いや、残骸だった可能性もワンチャンあるんだが、あ、戦車でしたね。よし、 T60 撃破、 OK。 さて戻ってきたわけなんですけども、まあ戦車だからな、移動してる可能性あるんですよね。どれだ、あれか、ナイス赤点、ナイス赤点でございますよ。ちょっとずれたか、ちょっとずれたっぽいな。さあどうだ、はよ蹴った、よし、 T26 撃破、よし、ナイスですよ味方、地上の味方、ナイス赤点でしたね。ワンチャン拠点周り、ナイス赤点、その赤点はナイス。いやー、やっぱり助かりますね。やっぱ地上からのね赤点誘導は本当に助かります ね。味方もね戦車をぶっ飛ばしてくれる爆撃機を呼べるしね、爆撃機の私もねちゃんと任務をこなせるしということで、あれですね、あれか。さあどうだ、多分50キロは外れたな。250キロで仕留めましたね。よし、 BT7 撃破、やったぜ。航空機たるものビビったら負けなのでございますよ。こういう時はねビビったら負け。さて、ナイス赤点、ナイス赤点、ここおまけ、多分歩兵も結構巻き込んだのでは。はい、 OK、 撃破、 OK、 T26 戦車撃破、よし、戦闘機じゃないですね、イリューシンだ。クレイ、さてイリューシン相手でもね、空飛ぶ戦車とイリューシン相手でもなんとか対処できてしまう。ジャスティスマウザーよろしくお願いします。ここです、オッケー、よし、イリューシン撃沈、やりました。イリューシンだったか、やばい、やっぱり戦闘機だか、やっぱり戦闘機いるよな。ジャスティス、さて戦闘機か、さて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 、ヤコブレフじゃないことを願うよ。防御機銃さんお願いします。あー、でも引き上げていきますね、うん、引き上げていくっぽいですね。よし、このまま試合も終わりそうだな。うー、危なかった。シャーマンだと思うんだよな。シャーマンはいずどこ、あれっぽいな、残骸じゃないだろ、シャーマンだ。よし、多分当たった、生きてるシャーマンだよね。はい、 OK、 よし、シャーマン H 型撃破、 OK。 橋の上になんかいるっぽいか、あ、赤点出ましたね。赤点が出るんだったら救援に向かわねば。ただ戦車じゃないっぽいんだよな、歩兵かもしれない。こういう時はジャスティスマウザーだ、クレイ、対地走者、クレイ、あ、いいですいいですね。はい、やっぱり歩兵だったか。よし、4キロ、OK。 こういう時の対地走者は有効ですね、うん。ちょっとまずいですね、敵か味方か分かんないな。敵か、敵ですね、敵か。まずい、気づかれてる、まずい、非常にまずい、いてくそ、あ、いった、よし、味方戦闘機さんが食いついてくれた。よし、味方戦闘機さんが行ってくれてる間に爆弾投下、てっ、よっしゃ、任務完了。さあどうだった、よし、5キル、 OK、 味方戦闘機さんはやってくれたかな。味方の戦闘機さんですね、さっきは助かりましたね、ありがたいありがたい。あ、
これワンちゃん気づいてくれるかな。挨拶してみましょう。あ、返してくれましたね。あ、いいですね、いいですね、こういうやり取りいいですね。ね、こういうね、野良のプレイヤー同士のね、無言のやり取りというのもなかなか楽しいものでしょうかね。さっきの戦車の赤点な、もう一回出してくんないかな。あれじゃないんだよな、確かこの辺に赤点があったはずな。アイス赤点、うわ微妙、ちょっと難しいか今の。当たったかどうか結構微妙か。あ、やりましたね、グラント撃破、よし当たってましたか。なんか飛んでますかね。飛んでますね、敵かなと。まあ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 、とりあえずは格闘戦になるとね、やっぱりどうしてもユンカーズ 87T5 はね苦手ですから。あるか、ジャスティスマウザーでやられる前にやれだ、やられる前にね、やんないとダメですね。イリューシンっぽいな、イリューシンだったらワンチャンいけるかなと。下くぐったんでこっちから出てくるのではね。よし、 OK ですね、落ち着いて、クレイジャスティスマウザークレイ、あ、いいですね一連射で煙黙々ですね。さすがジャスティスマウザー、さすがですね。空飛ぶ戦車ことイリューシンでさえね、あんな様子ですからね。まあそりゃ強いですよね、ジャスティスマウザーはね。この TBR ブロック隊だとね、そう2連装以上のねジャスティスマウザーを持っている戦闘機も珍しいですからね、うん、IAR くらいですかね。ちょっと待ってみようか、エンジンオン、えやばい来てるな、これ来てる、やばい、ちょっと追跡受けてたか、気がつかなかった、やばい、完全に追跡されてた、ガーいって、くそ、ちょっと脱出するしかないですね。相手は戦闘機の心得がある人ですね。で多分チャイカじゃなかったな、服用機じゃなかったからね、服用機じゃないんだったら追いつかれるよな。来てますね、ちょっと爆弾で逆襲したいところではあるんですが、クレイ爆弾クレイ、ドイツ国民の敵アタック、ガッ、ダメか、外したか、クソ、一体がオーバーシュートした、オーバーシュートしましたね、オーバーシュートしたんだったらワンチャンあるか、とどめ刺しに帰ってくるかな。どこ行った、どこ、敵いつどこ、エンジン音近いんだよな、離れてないはず、あれか、来るかな、戻ってきそうか、来ますね、来るな、とどめ刺しに来るか。じゃあこっちは連装期間中でお相手してやる、やるかやられるかだ、さあかかってこいよ、さあかかってこい、クレイ当たらん、さすがに遠いか、いやいける、クレイ、あ、くそ、火事か、くそ、よしいける、当たってる、いけいけ、連装基準、連装基準、ユンカスなめんな、お前が落ちろ、お前が落ちろ、ガー、やった、よしやりました、やった、よし、さすが連装基準だぜ、なんとかなったか、ふう、なんとかなったか、あ、こっちじゃないか、こっちじゃ、あ、まずい、ガー、ダメか、ダメでした、そう、いい赤点誘導ですよ、ナイス赤点でございますな。というわけでここです、多分当たったと思うね。さて OK、 何 SU76 か、珍しい、珍しいな、そういえばこの前のね BR 調整でね BR2 になったっけね、うん、だから使う人増えてんのかな。まあ勝ちましたね、よし、チケット削り切ったかね、まあ、というわけで今回はユンカーズ 87D5 の方を使いましたね。まあやっぱりね、見たの通りに非常に使いやすい爆撃機だと思いますね。そう、 D5 がうんぬんというよりもやっぱりユンカーズ87シリーズがね、やっぱり安定性高いしね、爆撃機として非常に理想的なね強さがあるかなと思いますね。で爆装に関してもね、250キロ爆弾1発に50キロ爆弾4発ということもあるから、爆撃範囲としては非常に広く取れるからね、
対歩兵においても対戦車においても、まあ、かなり活躍できる爆走かなと思いますし、あとやっぱりなんといってもね、ジャスティスマウザーは強いぜはっはっていうような話でしょうかなんて言ってる話をしていたら敵機が出てきちゃったね。でもダメな、届かないな。まあというわけで、まあ非常にね強力な固定武装、あとね今回防御機銃の方もね役に立ちましたね。そう、連装機銃ですからね。まあということなんで、まあ機体性能としてはまあワンチャン空戦ですか、ワンチャン格闘戦ができる B2 と比べてまあだいぶ機体性能は落ちてしまっているんですけれども、まあその分をね補って余りあるような強力な固定武装を持つユンカス 87D5 を今回は使いました、うん、ということなので、もし皆さんの方でも興味があったらぜひ使ってみてください。はい。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは、四季島でした。